牧之原市の池田屋酒店です。池田屋博士としてビールを作っています。今回は吉田田んぼのお米を使ったビールを作ることになりました。元気しのばき。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。吉田町の田んぼは千年の歴史があり、空から見ると美しい景色が広がっています。正樹さんはこの吉田田んぼのことを広く知ってほしいと願っています。そのきっかけにと去年からビールを作り始めました。吉田町のお米と水が入った、吉田町の魅力が入ったですねビールになります。大井川の非常にいい水と、豊かな土壌、これでですね、いいあのお米、いい農作物ができます。このビールを通じて皆さんにね、もっとよく知っていただきたいなと思っております。今年は隣町で150年続く池田屋酒店とのコラボです。娘さん夫婦が小さなビール醸造所池田屋麦酒を作りました。ここまでその大麦麦芽と小麦麦芽を入れました。お湯になじませて麦のお粥を作ります。そこに美味しそう、まろやかな感じとすっきりした感じの両方が感じられるんじゃないかなと期待しています。吉田田んぼの米を加えます。池田屋麦酒と組んだことは吉田田んぼにとって新しい道につながります。地域の方たちと何かすることが少ないので、お声掛けいただいてとても嬉しく思います。試行錯誤して毎回毎回少しずつ美味しくなるように。池田屋さんというところが150年続いていて、ビール作りという形でそれで続かせようとしているところが非常に感銘を受けたというか、で僕らもやっぱり吉田田んぼという長い歴史があるもので、これをまあビールとか新しい形で続けていって大事にしていきたいなというところがあって、そういう思いで一緒にやっていけるとすごく嬉しいですね。ビールは今月の末から地元のイベントでいよいよ販売されます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。